そしたら、得意フォーメーションは343をこれ持っておいた方がいいでしょう。一応しっかりコーチと合わせていかないと。5000万やんややんや始まりました。 ACC私のクラブに新たにベルバーグが加わったことを伝えに来た。あのベルバーグ選手が、我々にだって秘密兵器がいるんだよ。そろそろ ACC の開幕だけど調子はどう？もちろん狙いに行きますよ。テレビ CM、 重要な試合の日に打てばさらなる効果を見込めたかもしれません。なるほどね。まあ今日も十分重要なゲームで ACC の開幕でしょ。いいプレーでした金沢。おいいね、ルカクのシュート、そのこぼれ球に永田が反応していく。リャン、ルカク、お、いいじゃないか。やっちゃった。この調子でどんどんね、あの連携を深めていけばそこそこ J1 でもいい順位につけれると思いますしね。こういう国際大会でもね、そこそこ、いいとこまで勝ち進むことができるんじゃないかな。だからテイラーが残してくれた財産、そのポリシーのね、調整っていうのが生きてるんじゃないかな。初年度なんかうちサイド一辺倒だったからね、テイラーのおかげで中央から崩すっていうことも覚えたので、チームとして一つね、さらに成熟できたところがあるんじゃないかと信じたい。でもここまでちゃんと結果残してくれてるんだね。これも中央からの攻撃。ルカク、どうすんのこれを。うわうめえナイスゴール。攻撃参加いいですね。これもう何年もかかるプロジェクトってね、2年目から3年目にかけていったと思うんだけど、若手の育成っていうのは何年もかかるんですよ。その中でね、ユースのそのプロジェクトのチームメンバー、核をなす中田だったりね、野沢だったり頑張ってくれているのは嬉しいね。最終的には地元こういっぱい増やしたい、出た、ヤカバ。マンオブザマッチは堀本。ファンクラブに入りました。嬉しいね。
ということで ACC 第2戦、危ねえ、よし、ナイスカット、ババッツ、金沢、どうする、どうする、負けない、よっしゃ、当たり負けしない、よし、ペキッチ、よかった、今の一押し、体を入れていった感じ、野沢くん頑張るね、惜しい、ルカク、よっしゃ、ボールはまだ生きている、よしびっくりするじゃないか、サンキューサポーター、キックベース、なんだよ、子供の頃から日本人は休み時間キックベースしてるからさ、ああいうグランドのボールをさ上に浮かしちゃうのよ、危ないね、ここで動きます、あ、青山入れてくれた、それでいい、それでいい、やられたぜ、大怪獣シバラス、サンキューサポーター、あ、諦めないよ、どんなフォーメーションにしてんだこれ、こうされちゃうとちょっと動かしづらいじゃないかここで池田選手を入れてみたいと思ったので、じゃあルカクをあえて下げて連携戦の取れてるね池田を入れていこうかな、でサイド今誰やってるの、右加藤、コンディションはいいからな、このコンディションのいい加藤を変えるのはあれなんだけど、永田、池田はねもうどんどんシュートで、永田はサイド、時間がないからね、少ないタッチ数でお願いします、永田早速全権監督の期待に応えるように攻め上がる、シュート、池田か、池田か、決めたのは池田、やったぜー大怪獣来るか、 OK、 やりました、マンオブザマッチは池田でしょ、堀本でした、んで、お、畠本選手置いていかれる場面も、お、マイカー派の動員増えた、
コインパーキングが充実しているから車で来やすくて便利です。マイカー派の動員が増えたんじゃないかな。そう、今これ僕ら狙ってますから、フロントとしてはね。さあ第3節です。そうだね、うまくいってるんで金沢ウィング行ってみよう。うん、いいと思います。ルカク、やったー、泥臭い。肉厚が違うよ。よく止めましたね。中林だから防げたシュート。お、美しい。お、池田の代名詞を。アッジ。ラッキー。あれはね、戻った堀本も褒めたい。足出したからね、ギリギリのところ。頼むぜ。惜しい。お疲れ。ちょっとさ、池田入れたい。で、池田を出した分のコメント、真ん中のね、守備青山にお願いしたい。うんうんうん、裏を狙った動きをしてほしい。で、青山選手はキーマン、そうしてくれ。だからマジで中田選手が任せろと。フィニッシュはな課題なんだよな。あぶねえ。 PK か。まあ与えてしまったのはしょうがないな。もう PK 終わったらすぐボールをセンターサークルに置いて攻撃な。すぐすぐ。下向いてる暇はないぞ。勝つぞ。ナイスキャプテン。集中。ルカク。滑り込む。金沢。ギリギリのプレーだね。うん、サポーターのためにもね、今日は勝ちをプレゼントしたかったんですが、ホームゲームなんでね。1対1。マノブとマッチは中田。三重県県知事さんに対して建設許可を得ようじゃないか。これはね、もううちのクラブのみならずね、三重県全体に対してね、貢献できるインフラ整備になるんじゃないかな。高速道路インターチェンジ、うちとしてはね、遠方からね、県外からお客さんが来てくれたら嬉しいですし、僕もね一生懸命調べたんだよ、実際の三重県が抱えてるね社会問題
どういうものがあるのか、もう上げたらキリがないんですよ。過疎化とかね、平均年齢のね、変遷とかね、いろんな問題抱えてるんだけどね。場所からさ、一応有料な観光資源コンテンツは持ってるんだけど、昔だったらブルートレインでもね、電車が走ってた。でも今は JR がメインになってしまった関係上、新幹線が直接三重県には行かないから、どうしても観光ガイドとか名古屋なのか、関西圏のものなのかってどっちつかずの問題っていうのも抱えていたりするんで、これができることによってね、そういう社会問題の一つの解決策につながってもらえたら嬉しいなっていうのも、ね、みんなで盛り上げていこうよ、この県をね。マリノス、お帰りなさい、マリノス。力はありますからね、クラブとして。サイズ的な意味合いも含めてね。お、とうとう繋がった。堀本と。僕の理想は、だからクラブが成長する。それが町の成長。そこに暮らしている皆さんの生活を豊かにする。で、そういった町の皆さんの声援を受けて選手たちが成長すると。で、選手が成長すればクラブも成長して、で、町がまた成長してみんなが幸せになるっていう、このもう幸せのサイクルがね、誕生してくれたら嬉しいなと思ってます。ナイスキーパー、よくよく考えるとインターチェンジを 4.5 億で破格、だからこれクラブ単体でやろうとすると大変なんですよ。これはだからいろんなね、方との協力を得てできるものだと思ってます。おそらくこのインターチェンジもね、金沢ナイスゴール、うち単独でやろうとしている事業じゃないと思うんですよね。良い例がさ、ガンバさんがスイタースタジアム建設、あれ100億ぐらいかかっているんですって。ただクラブ単体で100億ってなかなか出せないでしょ。だからどうやって資金繰りをしたかっていうと、もちろんサポーターさんのね、寄付金っていうのもありますし、スイタースタジアムができることによって周辺のね、商業施設だったりね、潤っていくので、そういった同じベクトルを描く、協力者団体と協力、と力を合わせてスタジアムを作る素晴らしい例を、例としてね、スイタースタジアムというのがあるんで、ね、我々もいずれなんかサッカー専用スタジアムを作るんであればね、うちだけの利益のために作るんじゃなくてね、周辺の住民の皆さんの利益になるようなものだったり、他のね、協力してくれる企業さんにとってメリットがあるようなものにしていきたいなと思っている次第なんですが、どうだ、よし、リャン、そこからここだよ、残りこの時間をなんとかね、なんとか逃げ切りたい。野沢がそっちにいるのか。守備弱いからな。だったら池田を入れた方がいいな、ここ、で、池田選手はね、対面選手、これがいい、プレス。みんなこの時間帯点が欲しいから。危ない、よし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 、マンドブザマッチはペキッチ、おめでとう。そうだ、誠、三重県の全県監督を目指す、それぐらいの気持ちでやってます。お目当ての選手も見られて大喜びの様子。お目当ての選手ね、もううちイケメン何人いるの。もうさ、昔だったらさ、うちの秘書がさ、まあまるでイケメンレンジャーみたいとかさ、なんかそういう風に茶化してたけどさ、で、どうも関谷は
コーチも丸め込む才能を持っているらしく、好きあらばうちのコーチ、歴代のコーチみんな入れるからね試合に。おおお、いいじゃん、惜しい。ババツ、ナイスキーパー。おお、トリッキーなプレー。加藤、金沢が上がっていく。イケメンデイ。そしてこれが我々の新しい3万人収容のスタジアムです。嬉しいね、お客さんめっちゃ埋まってるじゃん。ナイスオフサイド。J リーグのね、あの男女構成比を見ると大体ざっくり7対3で男性の方が多いっていう統計があるんだよね。うちはできればな 5-5 ぐらいにしたいね。ナイスゴール。ルカク、6年目のイケメン。よしよし、そういうのをどんどんさ積み重ねて連携を良くしていこう。今のはあれだな、本当連携がつながればもっと良くなっていくよっていう、そういう象徴的プレー。うわ、ワールドクラス、えぐいな今のシュート。ん、関谷がアップを始めた。よし、であればこの今モチベーションがなんか高まってる加藤に変えて、関谷行っといて、うん、で関谷のフォローに青山選手をつけたいんだけど、戸口選手がまだまだやれるって言うんで、うん、いいでしょう。これそうだね、やっぱねキーマン潰してもらいたいとは思うんだけど、どんどん前に顔をね出してほしいね。関谷頑張ってたそこで。おおおお、来た、金沢かわす、必勝パターン来た。戸口、うん、みんなが見たいでしょうから青山。その青山選手から攻撃が展開されていく。堀本、ラストはリャン・ヨンギ、ナイスゴール、キャプテン。山城、イケメン揃い踏み。よし、マン・オブ・ザ・マッチは堀本。関谷はどうだった、終盤でそれなりの活躍。ありがとうママさん。
さあ4月が終わりました。現時点でベストイレブンはこのようになっています。堀本、金沢、ペキッチ、中田、馬場、中林選ばれております。得点ランキング、お、柴崎選手がトップです。アシスト、お、ルカ君頑張ってます。選手再生工場、ピークを過ぎた選手を復活させることがあります。面白いね。お、高速道路のインターチェンジの建設が終了した。これで遠くから車で来られた方もスムーズに来場できます。レイソルさん、レイソルさんは強いんですよ。うちあんまりね勝ててないな、レイソルさん。やられてしまったか。早速よく止めた、よくクリアした。抜け出す加藤、サンキューサポーター。過去の試合ではね、結構クレオ選手だったり、あとは工藤選手かな、にやられている印象があります。うんうんうん、選手交代。ハードワークしてくれたと思うんですが、ここで、山城行ってみよう。山城からスラロームドリブル、同じ22番の選手をかわしてサイドチェンジ、よし、またプレッシャーをかけよう。加藤に変えて青山、さすがクレオ。さあこれ大事にしていこうぜ。ナイスキャプテン。スラロームドリブル、ここまで来た。よっしゃ、全権監督の期待に応えるゴール。よしよし、アウェーで引き分けで1点もらえたのは大きいよ。それが柏レイソルさんだったらなおさら。マンオブザマッチは山城。関谷、単年契約好きの男関谷。今なそこに山本が行ってるから、フィジカルをそこで一緒に、鍛え上げてください。5500万お前に預けるよ。よし関谷、行ってらっしゃい。きっと一回り大きくなって帰ってきますよ。セレッソ、お、コーチもとうとう野沢抜擢。うんうんうん、いいんじゃないか。ちょっとこれで見てみようよ、どうなるのか。セレッソさんの
メンバー見てみよう。このどうしてもね、そこ守備のことを考えるとね。おお。だからこのシンプリシオ太陽として野沢を置くのは全然あり。うん、いいと思う、いいと思う。行ってみよう。コーチの右サイド起用に応えた野沢、お見事。そしてゴールを決めた堀本もお見事。セレッソさんにとって2点はね、そうだよ、2点なんて大したことないでしょ。昨年表彰されてるから。いい時間に取り返しましたね。さあまた来たぞ。フリーで打たしてしまうとまずいぞ。パスを選択、うまい。野沢くんはここに永田選手、まずこれで行ってみようか。大逆転劇。サンキューサポーター。やっぱね、セレッソさんから見て左サイド、うちの右サイドやられてますね。やっぱポイントはそこの守備だね。リャンからストライカー外す、ごめんなさい。まだ時間はある。気持ちを大事にしてもらいたいね。特にシーズン終盤とかね、苦しい時に。うん、乾杯です。なあ、この前の試合で思ったんだけど、俺らのコンビネーション、そうだよな。いいじゃないか、若い者同士、ユースの同期。
ショルダーチャージはもう散々やってきたからね。このどっちかだね。スイーパー、ヘディングちょっと磨いてもらいたいな。アントラーズ、くしくも沖縄キャンプでフレンドリーマッチをしたあの堀本選手が子供たちを招いたあのアントラーズが我がライバルとなっております今シーズン。キーパーいいね。ルカク、カンナンザワ、もう一度ルカーク、よし、ファール多いな。今日はよくファール取りますね。であれば永田を出すのも面白いな。良きタイミングで永田を出そう。60分過ぎぐらい。あ、中田浩二選手いいね。向こうも、おっと怪我、誰だ怪我させたやつ、うちの選手。ヘキッチがお怒りお前か。ダビアントラス怒りの猛攻、こっち、戦術変更できるか、うん、ルカクトップにします。で、カトルに変えてこうしよう。うん、いいと思います。で、青山選手は大きい参加、ドリブでしょう。よろしく。米粒出してる場合じゃないぞ、ホームで。お、集中。終わった、負けました。これはでかいね、この敗戦はね。お、そして大宮さんが2位につけました。じゃあ契約延長、戸口4年契約いいよ、そのつもりでいました。8000万ね。5000万ワンクッション置いて、シン
しなとこでしょ。ゴーゴー経営、うん、あ、もうちょいだな。じゃあいや、200万積みましょう。1000万、まあ大体代表に選ばれるクラスはそれぐらい要求してきますね。即地選手とよく似てる。じゃあワンクッション置きまして、6000万。おお、上がんないね。参ったね。この感じの上がり具合を見ると、8000、うんと ご要求が7880か。じゃあ7000万でどうなるかな。4年、流行りの4年契約。2000万。すごいね、2000万でいいっていうね。君には移籍金9000万レベルのお金が動く時もあるというのにね。でもこれは、こんぐらいで。もうちょい溝まで必要だね。そしたら、そうですね、まあ何選んでも同じだと思うんで。彼紳士だから、だから少し呼ぶ主の気持ちを乗せてあげよう。よし、とりあえずここまでかな。 ACC 第4節、現在の状況なんですが、グループ A が FC 東京さんが2位、グループ B が翼大阪が現在1位。まあまだ、油断はできないよね。グループ C 浦和さん頑張ってますね。 D が大宮さん。うん、そうだね。僕ね、ソメア選手気になるんで入れておきたいな。サイドハーフできるでしょ、うん、連携もつながってるし、コンディションもそんなに良くないけどね。よし、行ってみよう。やってみよう、やってみよう、コメントサンキュー。おー、ルカク、サンキュー。気合注入、世界を知る男から、この人も世界を知っています。つい数年前中東にいました。もっと前はね、イタリアでもバリバリやってましたしね。お、またぎ、またぎフェイント、うまいな。ドリブルうまいね。一人でここまで来ちゃいました。
や、こうやってね、選手がすごく成長してくれてるからで、ね、いい順位に2年連続でつけておりますんでね、やっぱりここは本気で大きいタイトルを取りに行きたいということで、我々も本腰を入れております。今年そういう伸びていく選手に追い抜かれないように、我々もね、サポーターだったりね、スポンサーさん獲得に奔走したいなと、思っている1年でございます。覚悟を決めた1年でございます。バーバーツ、バグじゃないよねバグツじゃないよね。すごいな。交代枠3つも残してんだね。じゃあここで池田、野沢の位置に、ソメヤで、そうですね、ペキッチの位置に宮島、そうですね、シュートを狙え、ソメヤはサイド、宮島はキーマン潰せ、行ってみよう。ラスト30分、ソメヤからラストパス、池田決めていく。前健監督の采配、起用に応えるゴール。惜しいな。ディフェンダーの宮島が狙っていくシーンでございました。この3人の交代メンバーで1点追加できたのはでかいな。マンオブザマッチは堀本。大宮さん、うほー、いいね。シュートコースをブロックしました、ルカクが。堀本、オッケー、ワンタッチストライカー。最近ゴールキーパーの国際化進んでるの。上位陣ほとんどが外国籍のゴールキーパーですね。背が高いからね、ソンユン選手なんかもすごいもんね、セービング技術がね。あと、カミンスキー、キャッチング技術もすごいよね。だ、そういうトレンドがこのゲームの中でもね、垣間見えるのが面白いな。金沢のところ
いや、金沢はいるかな。中央、加藤選手、コンディションというかモチベーション高いんだ、うん、これはちょっと動かしづらいところがありますね。じゃ金沢選手のところに、いや、まあこのままだな。さあこれものにしたいね、このチャンス。いや、ヨンギヘディング、オッケー。複数年一緒にやってないとできないね、あうんの呼吸でしたね。ナイスチャレンジ。また来たぜ。よし、後方からね、うちのディフェンス陣、ミッドフィルダー陣もプレッシャーかけましたから、シューターに。よく頑張った。マン・オブ・ザ・マッチは堀本。それでも順位は変わりません。ちょっと得失点差やばくないかこれ。我がチームでも結構さ点取ってるっていう自負はあるよ。それをささらに上回るこの得点力、どうなってんだ鹿島さんのこの失点しないサッカー。恐ろしいね。これ、だから39で勝ち点並んでも、1位は厳しいよ。相当強いよ、鹿島さん。出たー、スポンサーさん。ありがとう。タイアップ番組、制作、テレビ番組に選手が出演し、次の試合の PR を行います。幅広い層に受けそうです。人気よりも選手の特徴、あらもう堀本でしょう。絶大なる人気見てくださいよこれ。スターであり、ファンサービスに熱心、そしてボランティア大好き。よろしく。できればルカク選手を連れてってほしいんだけどね、2人でね。んーで、大会情報。今のはさ、攻撃しないよね。あのまんま取りそびれて、てんてんてん。野沢のね、アピールちゃんと国主に届いておりますよ。いいぞ、戸口。ルカク。恐ろしいよな、目の前にいたら。ナイスゴール。仲良し。みんな仲良し。堀本が右手を差し出しておりました。いやー、いいヘディングシュートでした。出た、大怪獣。シバラス。PK か。ちょっとさ、この場面エンドを出してみようぜ。ちょっと蹴る前からゴール宣言。
ルカク、中を見る、ヤン・ヨンギからドフリー、外す。今日は堀本デーじゃないな、買いたいな、ボール切ってくんないかな。よしよしよし、まだ修正効く。池田、行ってこい。で、サイドの相棒は永田。シュート狙え。永田はね、シュートを打つな。絶対打つだよ、シュート。ペキッチから、お、ヤンヨンギ、ローカク、うわー、ローカクっちゃった、ルカク。惜しかったな、ペキッチ。まだまだ、まだまだ。攻めろ。ヤン、キャプテン。永田、合ってない。ということで、この結果を受けて我々はまだ1位、よほどのことがない限り勝ち点で追いつかれても1位通過はできそうですね。1億円、いやー、勝ち試合を見せてあげたかったね、こんだけ集まってくれたんだから。第6節、一応おさらいしますけれども、よほどのことがないという通過はできるでしょう。なんでちょっと試合感が鈍っている選手たちを中心に起用する。ジャギーもさ、ちょっとコンディション悪そうだけどさ、行ってみようよ。で、右サイド染谷、金沢選手はね使っていく。あとはそうだね、山城、池田は今ハードトレーニング中だからね。あ、まあ、ルカクをね、仮に真ん中に置いたらどうなるかっていう、そういう化学反応は見てみたい。そういうパターンで、山城一応ウィングできるはずなんで、できねえってでもやるだろ、出番があるっていうんだったら行くだろ、そこは。うん、こんな感じ。宮島行くか、ババスに変えて。すっげー失点したら笑っちゃうけど 笑わせないでくれよ。よっしゃー、ナイス、気迫キャプテン。そのキャプテンがチャンスを作る。いや、私自分できます。中田選手のカバーリング、まず右から崩す。染谷得意のドリブル、お、PK、ラッキー。おお、外し。ハッチ。いいね、サポーターがまだ応援してくれてる。染谷、頑張れよ。必死に右サイドドリブルで突破仕掛けているのは伝わってる。だが、そろそろ限界だ。永田行ってみようか。
でもよくやってくれた、ゲームは作ってくれた、負けているとはいえね。キャップ、さあハードトレーニング中のあの男をあえて出してみようか。やったー、起点は池田。いざ堀本選手がこの日試合に出れないっていうシチュエーションになった時のね、うちの戦術の引き出しになってくれたら嬉しいね、これでね。やりました。マン・オブ・ザ・マッチはキャプテンヤン・ヨンミ選手。ということでアジアクラブチャンピオンシップグループリーグが終了しました。1位で予選を通過。ヴィッセル、このゲームが出た時点のヴィッセルさんは J2 にいた時なので、クラブのサイズ的に言うと現在とはもう比べ物にならない。だから名前負けせずしっかり勝ち点3をもぎ取ってもらいたい。 OK、 でガンバさんもそうだよね、このゲームが出た時 J2 に、降格していた時期だったんで。でもガンバさんがいい例だと思うんですね。クラブそのものの力があるから、J2 に行っていろいろ配当金だのが金額が落ちたとしても、クラブがしっかり収入を得られるシステムが出来上がってたからね、高額年俸者の選手がいてもね、なんとかそのまま戦力を維持することができたっていう。シャキーン、オッケー、トグッチ背中をポンポンするヤンキャプテン。面白い、ナイスゴール。さすがだな。よし、3点。マン・オブ・ザ・マッチはキャプテン。それでも上が遠い。2
つれえな本当に。来場者プレゼント。あ、一回りしましたね。皆さんだったら来場者プレゼントどんなものをもらえたら嬉しいですか？やったぜ。抽選で当たった人に、シュート打ってそれがゴールのバーに見事当てることができたら100万円チャレンジなんていう企画が開催されたような試合がありましたけど、戦いドリームチームの我が南部高フースボールだったら日向小次郎がそれ得意そうだな。おしゃれ。ノールックパス味方もびっくり。いいね、中田選手を中心にラインのコントロールがしっかりされておりますね。外国人ディフェンスにディフェンダー舞台に全く物おじせず、さすが海外経験豊富なだけあるね。シュンサンサン後攻が指していた。ナイス。あれホークスさんでしたっけ、あのヘルメット配ってたチーム。あ、怪我させちゃった。出たキンテロ。だってもうワールドカップですごかったから、だからうちも成長してクラブ力つけておりますけど、周りもねちゃんと力をつけていることを認識しないといけないよね。うん、今年はよく光る、うんうん、見事だね。ちょっとこれをねしっかり守備をしないと。よろしく、キーマン潰せ。OK。マン・オブ・ザ・マッチャ、森本。だって、4勝しててさ、全然追いつかないんで、それどころかなんか離されてる気がする。負けなしだったっていうのにさ、むしろ離されてるよね。ババツ選ばれております。得点ランキング翼大空。ズラタンね、怖い選手ですよ。サッカーってよく分かんなかったんだけど、今回の試合はなんとなく良い展開だったっていうのが思いましたね。島根県の方ありがとう。お、池田。ちょっと待って、レベル3になってしまった。そう、これよ、ルカク選手が今レギュラーやってる間に池田選手を鍛えるっていう、こういうプロジェクトですよ。
ラインブレイカー。そりゃラインブレイカーでしょ。ちょっと待って、この一番下のさ、ファウルゲッターってのがいいな。ヨーロッパシルバーチャレンジカップはヨーロッパ地域の中堅クラブが参加するトーナメント戦です。トーナメントね。マラガ。おお、一人かわして二人かわして置き去りにする。そこから堀本に預けてシュート、惜しい。キャプテン勝を入れていく。ハートプレス、カマーチョ。相手のカマーチョ選手要注意。まだまだ。PK はもう全力プレーの結果だから。元気印。サンキューサポーター。ファウルゲッター行ってこい。ファウルをゲットしてこい。それだけだ。ファウル、よし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 、いいよいいよ。ナイスキーパー。ナイスブロック。まだまだ。もう監督のメッセージガンガン送ってるから。まだ3分ある。相手の攻撃か、やられたな完全に。これが正解だ、バサ大空の諸君。見てみよう。今日からワールドスポーツカップが始まるって。大物コーチ好き、面白いね。これちょっと入れてみる。もちろん今のね、あのジアスと3年契約は結びましたけど。で、夏だから真夏でしょ。うちわがあったら嬉しいと思うんだ。あ、ワンドリンクサービスとかさ、いいじゃん。暑いし。3回もあるのに1回も使ってないってね。ワンドリンクやろうよ。この辺も暑いからさ、ワンドリンクプレゼントしようよ。で、うちわ&ドリンク。
湘南戦。あれ、カリムさん、ジャギー選手の獲得とな、いくら？気になるお値段は CM の後。そんなさなか、ババツがエースキラーの称号を得てしまった。まるで全権監督の現役時代のかのような。それはエースキラーでしょう。そしてアンダー23中国勝利しました。5億積んできたね、ジャギーに。これもいいオファーですよ。だいたいこれぐらいだから、池田選手の実力から言うと、そうね、1億新しいスキルを手に入れたんでね、いいと思います。いいオファーですよ。遠藤選手へ、プレーもそうだけどチームの雰囲気を良くする働きはさすが。これからも頼むぜ。イングランドのリチャードさんから、しかもコアサポーター。よかった、ものすごい売り上げ。無料で配ったドリンクが有料でも売れちゃう、それが理想だね。スポンサーさんとしてはね、1本配ったのに2本売れちゃったみたいなさ。今なら堀本選手のサインがつきますよみたいなね、ペットボトルにサインしてくれる。キーパーいい反応。ジェットシュートのリチャード、イングランド進出を果たす朝大空。攻撃陣はサポートする気持ち忘れないようにお願いします。中田を出すんで、中田をサポートしてあげて。後から投入された選手だけど、彼ゴール前まで行っちゃうとさ、俺が打とうかシュートをってなっちゃうから、その時サポートしてあげて。ここにいるよ中田、ここにいるぞ。うわお、カリムチラ出ました。よし、山城、裏をつける。抜かれたぜ。カリムシラ、どこの国籍の選手だろう。いい選手だね。昨シーズンから注目はしてましたけど、タイムアップ。
マンオブザマッチはカリム・シラ。大会情報9点。エスパルス。野沢はさ、ここの方がいいんじゃないか、コーチ。僕たちはこれがいいと思うよ。流れるような連携。パスワーク頼んだぜ。フィニッシュ。オッケー。こっからまた一つ一つ積み重ねていこうぜ。いやー素晴らしいね。これをうちの形にしたいね。だから、戸口、野沢、しばらくこれでいこう。どっちが行く？金沢。これ何？俺が行きたいシステムになったのね。今季は。結構フェイキック自由だよね。おお、よく決めたね。よくコース入れたね。お、伊藤翔選手。フリーキックだけに自由。マンオブザマッチは堀本。フリーキックだけに自由コメントによってこの試合ひょっとしたらカットされるかもしれません。なんてね。お、長田はどうした？覚醒しちゃったもんねーって。ウィンガー。ちょっとうちのシステムに合わせてきたよ。